ましたね、新しい土場。前の土場の4倍、まあ、今日からあの資材ちょっと搬入していこうかなと思ってます。どうすんのこれ、もうやばいっしょ。ね、新しい土場、新しい土場に来ちゃいます。まあ今日から家に荷物入れるということで来たんですけど、どうするサイズか出てますかこれ。いやちっちゃいね、ちっちゃいな、ちっちゃい。ちょっとカメラ回しますか。カメラ回してもらって、バリバリちっちゃいわ。ちっちゃい。これ多分アンチ4枚置いたら多分埋まっちゃうね。トラック1台ですね。うん、トラック1台でけー、マジでけー。これ超でかいですね。めちゃめちゃでかい。これが前の土場の4倍で、ちょうど多分こうくぼんでて、駐車場も向こうまた別であるんですよ。そうなんですね。こことまあ隣なんですけど、もうこっからがここまですげえ、何メーターぐらい、100メーターぐらい、100メーターじゃあるんじゃない、100メーターぐらいある、はい、駐車場が。100メーター駐車場って結構有名なんですよ。100メーター道路って、100メーター駐車場ってめちゃくちゃ有名なんですよね。初めて聞いた。野球コートよりはちっちゃいけど100メーター以上あるっすもんね、これ全然。確か100メーターギリギリあるかないかぐらいです、こっちの長さ的に。で今回は、はい、あの前回のドバイになかったのが、はい、水道、はい、まあ、まだちょっと水道つなげてないんですけど、今日から入れることになったんで、まあ、水道ですね。この水道があるのと、でも本当に前回僕らのドバって仮囲いって、はい、プラスチックみたいな、ぶっ飛んでたじゃないですか。ぶっ飛んできましたね、前回に対して。今回はもうちゃんと鉄骨で打ってあって、もうそこにねガチガチにこうつけてるんで、もう飛んでいくことは 100% ない。今日で伊勢湾台風の時からあったらしいですけど、伊勢湾台風でも持ってかれなかったらしいです。伊勢湾台風でもこの辺では一番でかい。この辺で一番で、水はなんかそこら辺ぐらいまで来とったらしいんですけど、全然余裕だったらしいです。で伊勢湾台風のあれでこうなんか錆びちゃったらしいですね、はい、あ、塩水で。そうなんですか、マジででかいですよ本当に。まあまあレイアウトはまずそんな考えてないんですけど、まあこっちの方にハウス置いて、詰め所っすね。そう、詰め所置いていこうかなと思ってるんですよ、はい。でまあこっちからまあ向こうにかけて足場材バーっと置いていこうかな。まあ今日はねこんなね、でかい土間に引っ越しましたっていうのを最初、はい、みんなが入るのに僕らがちょっと YouTube でちょっと撮りに行こうぜってね、っていうようなまあ動画になったんで、すいません、はいはいはい。急にめちゃくちゃまあ今からね材料ちょっと今日から、まあ、今日12月16日、はい、12月16日から使えるようになったんで、まあ、今日からあの資材ちょっと搬入していこうかなと思ってます。じゃあ資材を搬入まで、じゃあじゃあ資材を持ってきます。ザーッ、お疲れ様です。じゃあ材料持ってきましたね。そうです、じゃあ材料持ってきました。じゃないね、うん、材料持ってきたんですけど、何分の1ですかこれね、はい、100分の1ぐらい、100分の1、100往復、100分の1ぐらいだね。5台でやったらもっとあるんだよ、100、これで1トンぐらいなんで、約100往復ぐらいですよ。100ちょっとぐらい。それをひたすらやるんですか。とりあえず下ろしていくわけですね。これ下ろしていきます。これぐらいだったらどれぐらい動けるんですか。20分ぐらいじゃないですかね。20分ぐらい、はい、300個分あるんですね。あと300個分ですね、かける6000分ぐらい。材料下ろすだけで6000分ぐらい。何日かかるんですか。それ予定とかあるんですか。何日で下ろしきろうかとか。年内1月、まあね、年内移動したい。まあ残り15日ぐらい。全部無理ですよね、絶対。実際にじゃあ僕も体験してみたいと思います。はい、はい、ちょっと材料じゃあ下ろしていきたいと思いますので、はい、行ってみよう。行ってみよう。おう、うまい。もうハマっちゃうよこれ。やばない。一気にいきますよ。チャリ飛んできそう。ダメ。はい、終了。ワイヤーないですか。ロープどうすんのこれ、もうやばいっしょ。ちょっとハマっちゃったんで、今からみんなでね、いけよ。はい、せーの。あー、いけそう。あー、来た。すげえ。これすげえ。すごいね、お前すげえやん。これ組んでるよ。あ、いけるっすね。怖ぁ、なんかグラグラやもんね、難しいんだよ。一緒だね。まだ余っちゃうんですね。
やばいね、もうこれ赤いやん。もうこれダメやね。はい、ちょっとこれ予想以上に大変でしたね。めちゃくちゃ大変やね。緩いもんにリフトハマっちゃうんですよ。どうにかもう対処しなかんなと思ってですね。もう全然進まんかったですもんね。進まんかった。タイヤがこっちまでこっちまでこんなですよね。まあ今日だけでこんだけだもんね。そうですね。先が長いわ。年内終わりますかこれ。でもほんなんかコメントとかにもそのハマった時こういう服落とした方がいいよとか言ってあればあのぜひコメントでも、そうですね、ちょっと教えてもらいたいです。あとボランティアも募集します。ボランティア募集します。ボランティア募集しますので、よろしくボランティア来てください。本当に助けてください。ぜひお願いします。はい、はい、じゃあまた、今日1日、まあ1日目というか、まあ今日はとりあえず終わったんで、はい、またちょっとちょこちょこ撮って、はい、まあ完成したらこうなりましたっていうのをちょっとみんなに見せたいと思いますんで、はい、じゃあチャンネル登録と、ね、チャンネル登録といいねとザス、いいねザス、いいね、コメントもザス、コメントもザス、はい、また見てねザス、ミッチーがザス、シュパーン、はい、また見てね、ザスザスザス。